野村100万勝ちたいってよ。さあ今回もやってまいりました。メーカーさんにお邪魔して信頼の試座をさせていただこうという回になります。今回の機種はご覧の通り花火絶景でございます。ホールで打つときに役に立つかもしれない動画を撮りたいなということで今回もやらせていただきます。設定6なら午前中でなんとか雰囲気を感じられるんじゃないか実践。はい、毎回ちょっとずつねタイトルが変わってるんですけれども、ちょっとねいつもより短いかもしれないですね。2時間弱1時間40分くらいかな、はい、打たせていただいてなんとか午前中のうちにその気配を感じられたらいいなということで早速打っていきたいと思います。これやっぱりね大花火にしろ花火百景にしろ通常時にどこ狙って打つかみたいなね楽しみ方ありましたからね。やべえ言ってたら超絶取りこぼしました山を超取りこぼした。いや山の目押しがあるから青7狙いはちょっとなーっていう風に言おうとしてたんですよ。したら超絶取りこぼした。今山から連続演出に発展して成功で大花火百景ステージへと。通常じゃ基本的に大花火ステージもしくは花火百景ステージを目指していく感じですよね。通常時は大花火とかと違って右リールに山の取りこぼしがないようなので挟み撃ちがいいんじゃないかなと思います。今ちょっとねバーを上段あたりに狙って打ってるんですけどなかなか山まで滑らないので、おっと予告音、これは山かな、そう結構ねここで止まってくれるんで山の成立を見抜きたいのであれば、おフラッシュ赤いよ、赤いし赤いよ、俺はね言ってるでしょう。おお、これで撃退成功ということで花火百景ステージ、45ゲーム開始からいいんじゃないですか。まあこれ勝手な推測ですけれども、え今遅れ、あーびっくりした、くそーくー、もっと貯めて叩けばよかった。でやっぱりこの降格中やっぱり非常に盛り上がっているところなんですよ。うわっ、あなかなかね大花火にしろ花火百景にしろボーナスが高確率で当たる状態っていうのはねないじゃないですか基本的に。おい、うんこのねリーチ目高確率中はリーチ目約130分の1ぐらいだったかな、リーチ目約を引けば必ず当たる。うわすごいリアル、うわちっちゃ、うわちっちゃい。これリプレイとかでも一応あれだっけ、ポイント溜まってんだっけ、朝一なんでねこのポイントがわからない状態。基本的にこの通常ステージリーチ目降格じゃないステージではボーナスに当たることがゲーム数消化、規定ゲーム数の消化で当たることが
多いと言われているんですけれども、まあ、リーチ目降格じゃなくて通常ステージでねちょっと当選が目立つようだともしかしたらこう設定かもなとかねいろんな想像ができますけど、はい、100ゲームちょうどでマックスになりましたね。これゼロスタートだったのかな。絶景ルーレット、ほい、あら降格だけ、降格だけですか先生。あ、でも三尺玉で、あらびっくりした、あ、全長言ってくれましたね。急に、あ、オッケー、あ、お花見せいしかも40ゲームもある、やば、ヒュー、ドキドキする。この花火絶景はですねこうやって降格状態がはっきりしてるんで今当たるかもよ的な、だからその当たるかもしれない時に集中的にこうリーチ目を意識すればいいっていう。第2青、はい、ある意味親切かなって思うわけです。外れたりしない。普通にさ400分の1の大花火を打ってる時の予告音、まあ、それですら結構ね期待してリール止めるけど、このリーチ目降格中のこの予告音よ、当たるんじゃねっていうこのドキドキが、まああと4ゲームで終わっちゃうんだけど、はい、あー、くそ、残り1ゲーム、うん、とんでもねえとこ押したわ俺今。そんでちょっと待って、第3まで引っ張ってどう、あー、リプあんだっけ、え、リプある？これ。え？新しいパターンだね。あー！どー？リプレイです。ちょっと待って。え？これさ、もっとちゃんと目押ししてたらどうなったんだろう。当たりました。153ゲーム。ほんでこっからがまた今作のねビッグかレギュラーかを 50% あるよ。ここから緑は冗談だっけですね。いやー 50% って言ってたのに、山とか揃ったりしたらどうにかならん。10%はきついよ。まあそうでしょう。え、下段じゃないの、わあくそ、あ、そういうことか、うわーくそそうか、下段にテンパしてくれた方が熱かったのか。 20%、 うわー、最初の 50% が青い。で下段ちょっと青カットインがね下段対応なんですよ。ちょっと中段に押してみよう。なるほど、へい、はい、悲しい。レギュラーボーナスでした。ビル5階だって。まあでもレギュラーでもねこのあと連チャンのチャンスはありますから。大花火とかね、花火百景も毎回3連を狙うのはあったんで、それになんか近いですね、消化してる感じ。さあ、あ、まだ始まってないのか、これ、もしかして。はい、今始まった。リプレイ3尺でチャンス、
山チェリーで絶景チャレンジ。あ、もう完全に己の引きによる。結構リプレイとか三尺玉はね成立しがちでしたよ。さっきやべ、これはダメだ。なあ、引けよ。おだー、あ、これリプレイ。あ、まだチャンスある。あ、三尺三尺、うわっ、だわびしい捨て地。あー、もうほんとこういうことよ。はあ、きた100ポイント73ゲーム。ケルーレット内容はさっきとなんか劇なんとかってのもあったな。はい、さっきもここからだったね。お、お花火ステージ煽りだ。あ、なるほど、ダメっぽいよ。いやー、今回は合格ステージ行かずと。あれ美味しいんだよ、レタス二郎。この今までは結構まあ取りこぼさないように打たなきゃっていう厄介なこうレア役だった山がさ、おお、ちゃんとリーチ目広角のね移行契機になってくれるっていうのはちょっと嬉しいかもしんない。ぶっちゃけ僕大量獲得タイプのノーマルキーあんまり好きじゃなかったんですよ、実は。当たんないから。だってだから今回この花火絶景、まだねまだ200ゲームぐらいしか打ってないですけど、もしかするとこう前の花大花火とか花火百景より好きになるかもしれない。僕は普通に当たりやすい確率でそこそこの獲得枚数でこの大花火花火百景の後継機を出すっていうのもできたと思うんですけど、やっぱり一撃の出玉をね一回ビッグ引いたら600枚っていうのを実現するために、おそらくこの疑似ボーナス AT という仕組みになってると思うんで、どうせなかなか当たらない確率になってしまうので600枚とか取ろうとすると、それであればこういうね当たりやすい区間はここですよって、その間にリーチ目当たりやすくなってますよって言われた方がもしかしたら前作より好きになるかもなって思いました。まあただ今100ポイント2回連続スルーされてるんで、ちょっと困ってますけど。ほい、よっ、いいよ百景ステージ行っても。なるほど、これは山からの煽りですね。良さそうただピンクだから言ったけどその2まで行ったしかもここでマックスになった。考えるな、感じろ。あ、惜しい。あ、ちょっと待って、あんま出していいわけ文字じゃないよ激アツって。もしかすると通常ステージから当たるパターンのやつじゃない？
100系ステージで終わっ期待度2ってなってる。ナイアガラじゃなかった。今パンパンってやつチャンスアップかな。あ、なんかいやこれは多分ああありました。227ゲーム通常ステージからなんやかんやあって当たりました。まあ、さっきちょっとね推測してましたけど、通常ステージから当たる割合が高設定だともしかしたら増えたりするとかあるかもねなんてね言ってましたけど、当たりました。 10% リプレイ引いてもダメ。三尺でうえぇ 10% 緑。これだから下段に転廃するのかな、もしかすると。ああそうなるんだ。ああラスラス三尺。お赤で赤で、ああ逆に逆に青。あーよかった。このゲーム性もしびれるわ。じゃあいいよ、絶景ビッグからいきましょう。さあようやくビッグです。そうだよね、この音多分打った人みんな言ってるだろうけど、動画でこの音ですよって。うん、これはジャックインでしょう、さすがに。1回目、これだからボーナスゲームがベル8回取れるから3枚掛け15枚、 12×8 で96枚。ちょっとそういえば俺あれやってねえや、リプレイ外しの練習してねえや。これ残りベル、いやーもう保険外しできないっしょ、ここまで来ると保険外しの必要ないみたいです。うわーつまんないね、動画としてはリプレイ外しにひりつくところが醍醐味なのに。で待って、パンクしちゃう、パンクしちゃうって。あーさっきまではなかなかジャックイン来んなって思いながら消化してたけど、あーもうここまで来るとあと1回でいい。あーよかった。最悪ね、いわゆる2パンで終わっても、これならね500枚以上は取れるから。ほい、さあ3回目、残りベル4回。しかも4ゲームじゃないからね、なんか変な1枚役とか引いたら、うわーでかい。何にもないときに、あ、リプレイだ。こういうことですね。644枚。でかい。で、ここですよ。基本的にボーナスが終わると、一旦有利区間がここで切れてるみたいですね。つまり、まあ、当然っちゃ当然かもしれないけど、ノーマル600タイプの再現だとすると、可能性としては600枚がもう延々ループすることだってあり得る。うわっ、これは、
ダボー。あは山揃え。残念。なかなか絶景チャレンジに行かねえな。でありゃはい、うん、そんな簡単に当たったら困るよね。でほんで絶景ルーレット、あ来ました、お花見ステージ。おっ、これほんとね、テローンって言うだけで割とですよ。いやあのバリナからの、お、バリナからのゲチェナとか見たいな。俺やっぱりね、どこを押すかはここになっちゃいそうだな。ここ昔はね、その当たる時の制御が左リール決まってたから、ここを押して山まで滑って外れることって基本的にはなかったんですよ。だけどリーチ迷惑という概念で作られているこの台であれば、おい、これビタ止まりは実戦上リプレイだけど、こういうところから当たったりとかもあるかもしんないからさ。え、なんだ、あ、終わるよってこと。あはーん。いや正直今日初めてね、打つまでは全然フラットな気持ちだったんだけど、ちょっと花火絶景ありよりだぞ、ありよりになりつつあるぞ。設定推測なり、おっと山、ちょっと100系ステージからも当ててみたいな。お、今度こそ山からの神社だと思います。おお、急に。さあ20ゲーム、当てていきたい。もうさっきの大花火と合わせて60ゲームやることになるよ。お、惜しい、終わっちゃうって。大滑りチェリーすごいいっぱい。無駄に子役いっぱい引いたわ。マックス。はずきちゃん。めっちゃくちゃ割れそう。3回目、4回目、よし来た。4回続いて外れるってことはパチンコパチスロ業界で稀です。山からの方だった。UFOあれ UFO ってリプレイあったっけ。おお あっさりしてる206ゲーム
軽いね。10%、ちょっとまあ3回ある中で1回ぐらいちょっといい数字が来ればいいなって感じか。さあ3回目 20%、 オール緑なあ。これさ、なんかいいラインで揃えられたりしねえかな。無理か。疑似遊戯であるんだけど。はかなし。じゃそろそろこいつを成功させたい。まずね、まずチャレンジに突入させないことには。かこれはリプレイ。マジむずい。かあ。おお、燃えてたしね。しゃっけだ。さっき1ゲーム目に UFO 飛んできてさ、おい外れだよね。リプレイ揃って2ゲーム目に当たったからね。なんか大花火ステージで当たった時もリプレイだったしな。おっ、ゾじゃあ外れるの当然。ああ80ゲーム1万役リーチ迷惑ですね。こっからなんよな。もしかしたらリーチ迷惑の内容によってビッグ当選期待度変わるとかありそうだけど。10% の青はダメなんよ。いやー、20、10、20。あらん。ちょっと下段にビタ押し。あ、7になりましたけど、まあ、揃うわけはないけどね。疑似遊戯つ、はい、はい、すいません。ほい。ほい。このまま。三尺玉とかリプレイは。10% とかなんかな。あーはー、ここで引けば。あー、きつゲーム完結。400ハマっちゃいましたね。ここまでかな。はい、405ゲーム回して実戦終了となりました。ちょっとね、振り返るとビッグボーナス1
回だけしか引いてないような気もしますけど、あとね絶景チャレンジも結局1回も入らなかった、まあ、そんな中でもね通常時のゲーム性、まあ、結局パチスロって通常時が僕は一番重要だと思ってて、通常時に楽しく打てるかどうかっていう点で言うと、こうポイント貯めて広角に移行したりとかね、で広角に行ったら行ったでここで引ければっていう、そのゲーム数感はちゃんとね高確率でリーチ目が出るよ、ボーナス当たるよっていう楽しみ方ができるのは、まあこれはこれでありかなと思いましたね。まあ何にしろね、絶景チャレンジちゃんと当てて絶景ループ決められる人がいるならば、ホール導入後はきっとこの台でね、5000枚6000枚それ以上出す人もいるんじゃないかなと思います。そんな感じで設定録1時間40分実践でしたけれども、思ったより初当たりが取れて、実際ホッとしております。この初当たりが取れたっていう感覚を胸に、こちらが導入された後にはね高設定を探したいと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の設定録シダチャレンジ、お楽しみにしていただければと思います。さよなら。